ダニエル・ダニル・ブレは、スイスチューリッヒ出身のドラマー。ヘビメタルバンド、ハロウィンで活動している。1973年、スイスのチューリッヒに生まれ、12歳まで育つ。14歳で音楽活動を開始。1993年から1995年の間、チューリッヒの学校でドラムを学ぶ。1994年、ヘイレン・フンデを創設する。 1996年から1999年、チューリヒの現代音楽の大学で学ぶ一方、メロディックメタルバンド、グレンモアで、さらに1997年から1998年、アコースティックロックバンド、エレメント58でも活動する。1999年、ローヘッドレックスで活動し、2001年にはデビューアルバムを発表する。また、同時期に、 ブレイズベリーとも活動している。そして2005年にハロウィンに加入し、現在に至る。クリックツールを使用せずに録音できるほど安定したリズム感を持つ。またハロウィンのメンバーの中では唯一楽譜の読み書きができるため、リハーサルの際も譜面を読みながら正確なドラミングができることをバンドメンバーのマイケル・バイカートは語っていた。また、ドラムパートのアイデアやアレンジ。 コピーを行う際は実際に譜面に起こすこともあるという、ありがとうございます。